何もないわよ。あら、お出かけ？雨も止んだし、いい日になりそう。え？ちょっと残念そう？あなたには分かっちゃうみたいね。実はね、雨の音を聞きながら散歩していたところなの。今日はなんだかそういう気分だったから。雨の音って降ってる時もそうだけど、雨が当たるものによって音が変わって面白いのよ。屋根や傘、それからアジサイの葉っぱに当たる音、どれも個性豊かでとっても素敵なの。雨の日はあちこちで演奏会が開かれているのかなってくらい賑やかなメロディーを感じることもあるんだから。雨もいいけど、お出かけするなら晴れている方が気持ちいいわよね。ほら、向こうの空はお日様が差してきたみたい。キラキラしてちょっと眩しいくらい。あ、虹！光が差して空も景色もとっても綺麗。雲の隙間から降りる光って天使のはしごっていうらしいわね。近くに行ったら綺麗な音楽が聞こえてきそう。